相方に殺されたぞ俺。何が戦闘さん、どんぐらい重いんすかって言って、経験数聞いた瞬間殺すんだねこら。本当に始めましたよ。はい、本当に配信開始。誰だこの声がでかい人。声がでかいのはケンツメ氏だ。なんか俺の声毎回でかくないですか。ケンツ、はい、鼻から声出さないで。ん？鼻から声出さないで喋って、鼻から声出そう。鼻からって何？鼻から？鼻から声出そう。鼻から声を出して。みやこさんは初めてなんですね。初めてです。もう一回もしたことない。ない。あ、全然教えますね。じゃあタスクとかね。あ、本当ですか。もう優しい、はい、大丈夫です。優しい。過剰みんな知り上げて。名前間違えましたもんね、私の。あ、そうそう、誰ですか、瀬戸美奈子って。ごめんなさい、今日はね、中野っち、メトっち、ピノクマッチ、瀬戸トット、先端恐怖ちょっち、ウルカッチ、ミヤコッチ、ワキオッチ、ケンツネッチ、たまごっちのね、10人と、やることしてましたね。よろしくお願いします。たまごっちだけよ。もうわかんないですね、俺も。これミュートないからね。ミュートないから。聞こえてます。オッケー。聞こえてますよ。聞こえてるね。ミュートないからね、これね。はい、聞こえてます。オッケー。あ、ミヤコッチさんね。ちゃんとタスクしてね。何？このなんか光ってるところがタスクできますからね。ピカピ、はい。はい。これでもまあなんか見たらわかるようなタスクばっかりなんで、はい。はい。簡単なんで。あ、これ、なんか光ってる場所ないですか、こっちさん。わかんない。あ、じゃあ地図見てもらって、地図、右上に地図あるじゃないですか、なんか地図マップみたいなマークの。そしたらなんか、びっくりマーク、黄色のびっくり、ああちょっと嘘でしょ、マジっすか。マジ？聞こえるアマンガス。ちょっとみんな気づいて。おいおいおい。あれ？お湯が出ました。二人死んでる？すごそうな人が死んでる。センタチギリギリまでメトと一緒におらんかった？おらんかった？あれ？二人死んでるよ。二人で走ってた気するけど離れてっちゃった。ウルカさんとケンツメシは多分お互い無理っすよね、これ。無理だし、多分ミヤコさんもほぼ一緒にいたと思う、うん、無理だと思う。でもミヤコさんほぼ城だと思う。中野っちさんと一緒にいませんでした、最初。あ、たあ、確かに。いや、でも消えてた。あれあれ、そっかそっか。ない、まあ、イスタメさん、グロぐらい、グレーか。グロー。ミヤコさん。で、俺とウルカさんと中野っさんとミヤコッチさんでウェポン行って、俺とウルカさん一緒に出て置いてきてるんで、中野っさんの器具は多分ミヤコさんかなっていう状況で、センターさんの器具に関しても、あ、そうなんですね。説明しと、そうですね。いや、綺麗ですね。あ、途中までいたっていう話で、そうですねって思ったら切るって言ったから違かった、ごめんなさい。それも普通に違う。メトさんとミヤコッチさんがちょっと怪しいぐらいですかね。そうだね、やばいやばい、待って、あ、真ん中右左下、そもそもの真ん中右左下、邪魔すんな、邪魔すんな、めっちゃ邪魔してるか、邪魔すんな、めっちゃ邪魔してんだけど。近くにいる。おお、サイダー！ウルカッチが死んでいる。生き残りたい。言われすぎて、くさ。お前。
人だからダブキル起こってないから多分メトさんで一人連れてて、まあ6人だから別にタスク勝ちしてもいいと思いますっていうことだけは言っていいじゃない。どうせだったらとりあえず一応つけたなっていう。スキップいけます。私なの？いや、あくまで、あくまで、あくまで怪しいぐらい。可能性がある。可能性がある。一人なんか断末を避けたやつおったが今一人。びっくりした。いやもうさ楽にしてあげようみんな。もう、うん、いいと思う。ミヤコちゃん苦しそうだよ。まあどうせ確かに苦しそう。もし違ったら本当にごめんなさいって感じです。もし違ったら、そう、まあ多分違ったらまあどうせ5人盤面だから多分ね。うん。大丈夫大丈夫。はいはい。いやもしかしたらミヤコちゃん本当につけるもしてないかもしれないよ。そうだよ。と思うけど。そうなのかな。待って、イチキュラもしてない人のことつるの？え、ちなみにもう運命は変えられないよ。うん、ごめん、言っちゃってる。なんで俺に入ったの？なんで顔してる？なんで2票入った？なんで明らかしよう、俺に2枚入ってるの？ねえ。やっぱそうじゃん。やっぱそうじゃん。すごい優しく教えてくれた中野さんのこと私は。俺マジで俺丁寧に教えようとしたんですよ。タスクのこととか。そしたらやられたからね。ここにタスクがあって、ここにタスクがあってね、ここのボタン押してねって言われて、出てこないからできないから。出てこないからできない。そっか、インポスターだから出てこないよな。そっか。いや、おもろいな。タスクできない状態でタスク教えられたら超おもろいな、考えた。押せるからか。押せないんだけど、とか思って。